クラン家の容体に変化は？お、いや、しかし血圧、脈拍は？あの、ドクター天馬、ローデッカー市長のオペは？オペを開始します。お、はい。そうだ、このクラン家の名前は？あ、この少年の名前は？いや、名前わからないんですね。大丈夫だ、頑張れ、僕が助けてやる。殺して。よく探したのか？探しました、十分探しました。どこかでかくれんぼでもしてるんじゃないのか？どこかでかくれんぼでもしているんじゃないのか。弱虫天馬か。
いかがいたしましょう。夕方やってきた男、まだ屋敷の前に立っていますが。何者だ？以前雇っていた探偵、リハルト・ブラウンのかかりつけの精神科医だそうです。ただいま追い払いますので。カール、私は目が見えない。どんな男だ？はい、初老の男性です。お前が見てどう思う？悪い人間じゃなさそうな。そして、なんだかひどく切羽詰まっているような。なるほど。お会いいただけて感謝しますよ、ヘルシューバルト。くだらん前置きはやめよう。時間も時間だ。とりあえず要件を聞こうか。こちらもそんなに時間はない。ただ短時間で話が終わるかどうかはあなた次第だ。彼のことで来たんじゃないのかね。え？ヨハンだよ。どうやらそのようだな。いつか私のもとに君のような人間がやってくると思っていた。謎を解いてくれるためにね。謎？完璧すぎるんだよ、彼は。目の見えるものにはわからんかもしれない。感じるんだよ。完全に調和の取れたものを前にすると、それがこの世に存在していないのではないかとね。存在していますよ、しっかりとね。ここに記してあります、彼の過去の断片がね。今読んで聞かせます。彼が幻でも何でもないことがわかるでしょう。話は1986年、ある少年が瀕死の重傷で病院に担ぎ込まれたところから始まります。そして彼はあなたの前に現れた。死んだ、いや、殺されたリヒャルトのセリーでは、ファーレンという学生にあなたの息子を語らせたのもヨハンだ。ところが、そこに本物の息子、カールが現れるや否や、彼は作戦を変更し、カールに取り付いた。そして、ファーレンは自殺させられた。あなたが生き別れだった息子を受け入れる気持ちになったのはなぜですか？ここ数年、あなたが心を許していた人たちが何人死にましたか？長年あなたに仕えていた運転手、あなたに本を読んで聞かせたメイド、バードウォッチング仲間の会計士、みんな死んでいった。すべてヨハンがあなたを孤独にし、あなたの心の隙間に入り込むためだ。お願いだ、力を貸してほしい。すべてを白日のもとにさらすんだ。でなければあの日本人の医者が、ドクター天馬が。君はヨハンがアリの行列をいじくるように遊んでいると言ったね。うん、アリの行列か。私が世間で何と呼ばれているか知っているかね。そう、バイエルンの吸血鬼だよ。私はその呼び名を喜んで受け入れた。自己を極めようとすると、なぜだかどんどん大きくなるんだよ。私の中の怪物がね。ところがどうだ、呼び名は大層なものだが、私はこんなにちっぽけだ。今思えば、私もアリの行列をいじくるようになりたかった。こうやってね。私がなりたかったものに、彼はなろうとしている。誰がその怪物のようになれるのか。誰がその怪物に逆らって戦うことができるのか。
ヨハネの黙示録ですか。その怪物を倒せるのはさらなる怪物だけじゃないかね。お父さん。ん？何のお話だったんですか？もう朝ですよ。ああ、ところでヨハンは？はい、エスター・ホーヘンの事務所から直接セレモニー会場へ向かうそうです。それよりとてもお疲れの様子ですが、キャンセルしましょうか、今日のセレモニー。いや、出かける準備をしてくれ。殺して。ドクター天馬、あなたは悪くない。あなたは医者としての仕事を全うしただけです。あなたは悪くない。あなたは生き延びてください。そして一人でも多くの人を助けてください。ニナ、残念だよ。本当に辞めちゃうのかい？やっと仕事にも慣れてきたのに。本当にお世話になりました。またこっちに戻ったら連絡くれよ。はい、それじゃあ。はあ、いい子だったのにな。あ、もしもし、そちらにロッテ・フランクさんは？ロッテなら今出かけてますけど。そうですか。じゃあお伝えください。私3時の列車でミュンヘンを立ちますので。はい、伝えます。あ、もう一度お名前を。ニナです。ニナ・フォルトナました。裏口に車が到着しました。いよいよバイエルンの吸血鬼のお出ましだ。し、聞こえるぞ。会場の客見たか？バイエルン州はおろか、欧米各国や日本の企業、大使館関係者と政財界の歴々がゾロゾロと。ただの大学への蔵書寄贈式とは思えんな。何しろシューバルト氏の動向の一つ一つがヨーロッパ経済に影響を及ぼすと言われてますからね。めったに人前に顔を見せない人物だけにここぞとばかり集まってきたわけか。しかしここに来て突然蔵書の寄贈とはまるで片見分けみたいですね。おいおい、縁起でもない。彼は EU 経済の要なんだ。もう少し生きててもらわなくちゃ。カール。はい。取ってきてほしい書類があることを忘れていた。書類って何ですか？いいから屋敷に取りに行け。書斎の机の上だ。でもお父さん。もうすぐヨハンが来る。ここは彼に任せろ。はい。操作の方は一体どうなってるんですか？順調に進んでいますよ。順調ですと？私はあなたが操作に力を入れてくれると思って天馬がミュンヘンにいることを教えたんだ。なのにあなたは何をやってる？
シューバルトの秘書に収まったヨハン・リーベルトを調べたのか。彼が一連の殺人事件の真犯人であることは間違いないんだ。聞いてるんですか。早くしないと天馬は自らの手で全てに決着をつけようとしているんだ。ご安心ください。本当に捜査は順調に進んでいます。失礼。ヨハンは目の前に存在してるんだ。早く彼を。さすが犯罪心理学の先生だ。いい表現ですね。確かにヨハンは存在していますよ。ヨハンは存在している。天魔の頭の中に。あれから何か新しい供述は得られたかね。いえ、もう同じことの繰り返しですね。銃の種類はモーゼルの SR93。 撃った相手は日本人。もう少し締め上げましょうか。いや、彼の知っていることはそれだけだろう。はあ。モーゼルの SR93 といえば狙撃銃だな。はい、それも高性能の。一体誰を狙うつもりでしょう。私は天魔だ。私は天魔だ。私は高性能の狙撃銃を手に入れた。私は天魔だ。そして私はヨハンだ。この銃で誰を撃つ。私は病院の院長たちを殺した。私は何組もの中年夫婦を殺した。そして今私は誰を殺す。私は混沌が好きだ。何か食べた方がいいよ。ああ、ありがとうな、ディーター。大丈夫だ、心配いらない。私はこのくらいでは諦めん。こう見えても国境警備隊の警察医時代、体と精神は鍛え上げているんだ。君の友達は何としても救い出す。何としてもな。元警察医をなめるなよ。さあ、せっかくのディーターの用意してくれた食事だ。いただくとするか。腹が減っては戦ができんからな。これだ。その増殖寄贈セレモニー。そこに天魔がいるの。リーターはここで待ってろ。ついてくるな。シューバルトだ。あ、ハンス・ゲオルグ・シューバルトに面会したい。連絡を取れ。はい。あ、確か彼は今日ミュンヘン大学図書館で増殖寄贈のセレモニーに。そこへ緊急配備だ。え？天魔が狙っているのはシューバルトだよ。ではこの度貴重にして膨大な蔵書を当館に寄贈していただいたハンス・ゲオルグ・シューバルト氏に壇上に上がっていただきましょう。ヨハンは私の秘書はいるかね。は？ああ、あちらに。来たか。
私が生き返らせてしまった。私があのモンスターを。調べてたけど、探している人見つかりそうもなくて、せっかく仲良くなれたのに残念だけど。あなたたちもしかして双子じゃないの？そうなのね、そうなのね。この絵本何なの？彼はこれを見て突然倒れたのよ。絵本。この世界で分かること見つめて Yes あなたの瞳は優しさを信じて To your land of purity.